務所に入るのは嫌だ。よし、逃げよう。俺は警察の出頭要請を無視して逃げることにした。レンタカーを借りて猛スピードで東北へと向かう。途中でネットを見てみると、まだ俺の起こした事件については話題になっていない。よし、安心だ。しかし、いつ俺の写真がネットに載るかわからない。俺は念のため、人相を変えるべくバリカンを買い、髪を剃った。そしてスマホを持っていたら GPS で追跡されるかもしれないと川へ投げた。私の思いが全部伝わってほしい。誰にも